はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日からタイムアタックをやっていきたいと思います。終わる場所ですけども、エクストラステージのボスを倒すまで、そこまでの時間を、できるだけ早く行きたいと思います。どれぐらいで行けるだろうね。10時間はかからないとは思いますけども、まあ、とにかく最速で、タイムアタッククリアしていきたいと思います。もちろんスタートするのはソロでスタートが間違いないだろうなと思います。はい、じゃあソロでスタートしまして、まず最初の1時間半ぐらいで仲間を全員、集めましょうか。まあ、1時間半あれば十分だと思います。ではソロオネでタイムアタックスタートです。欲しいものは盗む、必ずね。話はすべてスキップしていきます。やってやる。で、問題はね、どこまでレベルを上げるかとか、そういうやつになってくるんだよね。一体どこまで上げればいいのか、そこの加減が難しいところだよね。でもある程度上げないと倒せないんだよな。あ、ちょっと待って、ゲームスピードは上げとかないとね。ある程度のレベルは必要なんだよね。おっしゃ、ケイ OK、 まあ、とりあえずこんな感じでやっていきましょう。急ぐぞ。よし、いけたー。 OKOKOK、 特にレベル上げもせずに、スタートは好調な感じですね。まずはオズバルド、てめえの巣が仲間になりました。パルテティオ、仲間になりました。続いては光が仲間になりました。アグネア、次に仲間になりました。あと2人か。キャスティ、仲間になりました。あとオーシュットだね。オーシュット仲間になりました。これで、全員だね。8人とも、仲間になりました。で、時間が今46分、パーティー誰にするかな。誰にしよう。まあ、とりあえずオーシュットは入れないといけない。オーシュットと、そうね、パルテティオとオーシュットを変えるだけでいいか。まずはですね、先駆けを取ろうと思ってまずここに来ました。ホームクリークか。で、今からちょっと先駆けを取ってきます。あれがないとちょっと戦いにくいね。まずはクリティカルスコープ、続いて属性炸裂瓶で、先駆けを覚えましたね。全員に先駆けをつけて戦いやすくしましょう。で、このパーティーでいきます。ソロでオーシュとテメノス光なので、エンカウント半減がありません。なんで先に、魔導士じゃないや、学者の、ギルドに行きましょうか。で、それからだな。エンカウント半減は絶対必要なので行きましょう。よし、学者ギルドマスターまで来ました。で、これで、テメノスを学者にしてやればいいよね。で、あ、いや、ちょっと待て。テメノスをすると良くないか。誰か違うやつを、オーシュットでいいか。オーシュットを学者にしよう。とりあえず欲しいのが、あれだ。エンカウント半分。それだけとりあえず覚えさせましょう。よし、ようやく、これで逃げやすくなりますね。ようやくだわ。レベル16。結構時間かかったな。もうちょっと早くこの逃げる成功率アップが覚えれると思ったんですけども、1時間25分でしたね。では、あとはちょっと逃げやすくなりましたので、エンカウント半減を入れまして、あ、装備取りに行けるね。まずは、商人のギルドマスターに会いに行こうかなと思ったんですよね。商人のジョブがちょっと必要になるので取りに行きましょう。
商人ギルド到着で、あと、今日1時間半やりますので残り3分ですね。この先にある装備取りに行きましょう。4つ取れればいいかな。うん、取ろう、4つ取ろう。まずは剣ですね。星砕きで、そのまま下に降りて、巨人の杖と、あと何だったっけ、忘れられた種族の斧か、あと1個弓があったよね。なすげえ強い弓があったんで、ここ取れば今日はおしまいにしましょうかね。いける、大丈夫、逃げれば何とでもなる。まずは忘れられた種族の斧。何だったっけ、夕霧だったっけ、ここ。あ、夕霧だね。夕霧強いのよ。で、残り1箇所、 OK、 セーブしてから行こう。取れたー、巨人の棍棒ですね。よし、では戻ります。はい、それでは戻ってきました。1時間半今日は進みました。8人仲間にしまして、で、エンカウント半減、逃げる成功率アップ、その2つも覚えれた。で、武器が、4つ取れたね。なので次は武器をもう少し集めます。もう少し、クロックバンクとかこの辺りのやつを集めて、地図を広げながら、レベル上げもちょっとやりましょうかね。次の1時間半で。うん。まあ、とりあえず1時間半でここまで進むことができました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。